います。桑田佳祐さんの月という歌です。知り合いの子供さんですね、その時、結婚式は出てないんですけど、
新婚夫婦でいいなと、この年になって思ってます。なんか昔に帰りたいなと、そういったなんか問題があるんじゃないかと思われそうですけれども、まあそういう思いを込めて、僕のあ、僕とといいますか、そのお嫁さんといいますか、彼女に送る歌と、そのようなな意味で、聞いていただきたいと思います。僕のオリジナルです。君を守るよという曲です。
え、じゃあもうちょっとどんどん行きますね。そしたら続いての曲にですけど、今度は皆さんよく知ってる歌なんですが、ちょっと入りがですね、ひょっとしたらこれスタンドバイミーじゃねえかなんて思って、なんか不思議な曲です。スタンドバイミーに入りそうで、なんか違った歌が出てくるというふうにやってみました。とにかく聞いてみてください。 本当はこれフルバンドでするんですけど、今日はギター1本になります。 じゃあそろそろラストソングにしたいと思います。すいません、こんな下手な歌長く付き合ってもらってありがとうございます。じゃあ最後もですね、せっかくですから僕のオリジナルをいきたいと思います。この歌はちょっと
言えないとか思いを伝えられないとかこう一人でこうポツンとしているとかですね、そういう生徒を見かけるともう非常にこうなんかこう話しかけてやりたいなっていうようなそういうこう気持ちになって、そういう気持ちを込めて子供たちにこめて歌いたいと思います。あなたは一人じゃないんですよという気持ちを込めて歌いたいと思います。一人じゃなくてという歌です。
嬉しいです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。それでは皆さん、この後また美味しく飲んで、美味しく食べて楽しんでください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。マーチンの皆さんにもう一度大きな大きな拍手をお願いいたします。さあ、長崎食べて飲んでみんで祭り2日目。この時間のステージはマーチン井上さんに務めていただきました。本当にありがとうございました。ね、